ああ、どうも、一応ご連絡しますね。ビックス。現在のところ、特に問題なく、この列車は順調に程度へ向かってます。ああ。何かあったらお知らせします。かなりマイペースですけど。外は雪だ。中も冷えてきたが。大丈夫かな。狂人の亡骸があると言っていたな。亡骸じゃ掲示はできねえか。無事に通り抜けられる。力は得られないんでしょうね。帝都に入る覚悟もしねえとな。絶対美人さんだろうから実物見たかったですけどね。巨大な美人さんを下から見上げるなんていうシチュエーションあんまりありませんからね。お、また自由時間だ。渓谷を抜けたら帝都だそうだ。ずいぶん近くまで来たな。まずは宝箱チェックですよ。急がないと意外に早く終わっちゃうからな。ある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 。消耗品だけかな。いやでもめちゃくちゃあるぞ。どうした。え、あれこれ我々のレガリアじゃ。あれこれじゃもしかしてまたその車で探索できるような巨大な大陸に後々行けるってことなんでしょうかね。ね、作品の雰囲気がガラリと変わりましたよね。ルナフレーナというかその前ぐらいからかな。結構こうコロコロとエリアが変わってはそのエリアを小探索するみたいなルートに入りましたね。てか短い時間の中でこれ消耗品の宝箱をできるだけ多くゲットしようの回になってますね。夜だからか、もしくは寒いからか、あまりくっちゃべってる人いませんね。振り返るとアイテム実はありましたみたいなレイアウトだな。あれ？お客さん？あ、そっか。全部さっきのところに置いてきたんだ。で、今ビックスとウェッジと我々しかいないんだ。なんかじゃあ途端に怖くなったんですけど、なんか音が怖いですよね。確認って何？ああ、処刑が決まった段階なのか、処刑が終わっただけではないのか。制御不能となった魔導兵が脱走して人々を襲っている。これは神々に染めた人間への報いかもしれないと。まあ、魔導兵は死骸を研究して作ったみたいなね。話ありましたからね。右上のミニマップめちゃくちゃ怖いですね。なんでモノクロ調になってんでしょう。いや、いきなりホラーゲームみたいになったな。え、これ戻ったら2人がいないとかあるかもしれませんけどね。よかった普通に電話来て。ああ、どうした。そうか、分かった。グラデウラスですかね。時間だから戻ってこいよ。お前いつまでプラプラしてんだっていうね。シベ鉄だ。大丈夫なんですかね。雪降っちゃってますけども、路面凍ったりするとかなり危険な気もします。あー、凍ってきた。あれ、芝はもう、来てないですよね。なんか手が見えますけども。これ芝の亡骸ですか？やっぱ死してなお。また止まりやがったな。悪影響があるんでしょうか。すいません。今、立っちゃってます。調べてますが。マジでマイペースだな。私が見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みはいいが。そうだな。芝は力貸してくんないのかな。泣き殻どうなんでしょうね。まあ、神で、ああ、美人だけど寒い。ぼんやりしてっと死ぬな。氷人の影響なのか。多分見える。偉大らしいな。氷人の泣き殻だ。
クラディオラス。寒いな。俺もだ。さっさと押せ。服着ないで大丈夫なのかな。ウェイス。新しい敵とスナガがワンセットみたいな感じなんですかね。スナガは相当弱いな。そこか。でこれまた敵を倒したら電車が進むっていうパターンなんですかね。剣道はついた。おお、なるほどね。ライブラベント、はい、この目が見えないイグニスが新たに覚えた技なんでしょうが、ちょっと待ってくださいよ。ギャザリングいけるんですかね。ギャザリングならギャザリングで助かるんですけどね。まあまあ状況に応じて装備していきましょう。あれレイスガンガン来るな。うわ、ミスった。イグニス、頼む。見当はついた。これあれか、モルボルにやった攻撃ですね。モルボルに対しては火だったけども、レイスに対しても霊気みたいなのやってますよね。弱点をついた攻撃をして相手をひるませるみたいな。さあ次、まあ体を動かすとね少し体温まりますからね。おお、びっくりした。なんだこいつ。デスクロー、デスクローってファイナルファンタジー3にいなかったかな。禁断の地エウレカにこんなのいたような気がするんですが、やっぱりこのサイズ、ああいうふうにしてやられた。これは大丈夫だ。いいから黙って帰ってやっぱりダメだ。じゃあキャサリング入れます。やろ。え、めちゃくちゃ強いんですけど。ちょっと待って、ファントの強い。ギャザリングもう使えなくなってる。きついのかな。かなりきついですよ。いっけー。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。ポーションのキス、ポーションイグニス、でイグニスギャザリングじゃなくてライブラベント。いや、デスクローマジですよ。まだ体力半分か。ちょっとこれやばいな。クラディオラスやられた。ちょっと待ってください、これめちゃくちゃ強い。ちょっと待って待って待って、そこか。なんかレベル上げを最近してませんからね。ちょっと今適正レベルデスクローほぼほぼ同じぐらいですからね。やられちゃったイグニス。イグニス、前が見えないからな。やばいやばい、しました。シフトブレーキやりましょう。やばい、マジで強い。
なんだけど、これ意外にきついな。シフトしっかりして、いける、もうゴリ押して無理だゴリ押せません、いでで半分になっちゃいますからね、絶命してると。これはちょっともったいないなと思ったんですね。あれ、イメージスタイル回復した。大丈夫か、めちゃくちゃ寒そうですけどねこれ日本で言ったら北海道の外で戦ってみたいなもんですからね。中身の様子がおかしい、早く来い。え、行くぞ、イグニス。ああ、おい待て、カーテンがいて、何の野郎、え、なんだ、ミニマップ右上、この先ぐちゃぐちゃですけど、ん、気のせいか、あばば、進んでる、これ進めてないか、おい待て、またあったね。これ本物かな？そこで倒れちゃったよ。彼らとはここでお別れかな。早く助けないと。倒れちゃった？あら！マジかよ。ああ、さすがの冷たさだ。どうするんだ、ファイラー持ってるんだけどな、ゲンティアナ、やれんのか、殺された時もそんな綺麗な顔だった、え、ゲンティアナ芝なの、いや、え、あ、え、殺された時、今こそ果たしたカンナギとの古き約束、ケンティアンか、おお、シバ、星の核という、え、ちょっと待って、一時すぎる、願い選ばれし王に託す、それがすごい標準の刑事、これお腹の波打ちとかもなんかちょっととんでもないぞこれ、シバ、ちょ、星の過去、ちょっと待ってくださいね、ちょ、動揺しちゃって、ちょっと話聞きましょう、私たち六神は星を守り、はい、ちょっと六神が何なのかまず教えてほしいですよね、各々の意思を持ってその使命を果たさんとしていた、かつて私は数多の生命の中で人は星に必要なきものと考えていた、そうなんだ、だから殺しちゃってたんですかね、もろく、まあ、人間はこの生物としては星に害をなすとも見えなくはないですからね、人が星にとって有用だとは思えなかった、イフリートは私と違い人の可能性を信じ、あ、火を与え、まあ、火の力によってかなりいろいろ変わりましたよね、その文明っていうのは、私はそんな彼に惹かれ、それは知らんぞ、彼が信じる人を信じる、ああ、じゃあイフリートはかなり役に立ちましたね、人の文明ソルハイムは高みに達し、
った。あ、でもこれありがちで人間社会でもありますよ、こういうこと。なんかね、力がないときはいい人だったりした人は、ね、力を得ると。世界を焼き尽くそうとして。いや、自分も結構体験しましたよ。何がどうとは言いませんけどね。星と彼が信じた人を守るため。そうなんだ、人とやり合ったんだ。神同士の戦いは熾烈を極め、神々の朝廷も虚しく、戦いの規模はさらに拡大した。この魔大戦と呼ばれし戦いによりソルハイムは滅び、星は傷つき、疲弊した神々は人間すごいな長き眠りについて。神と、まあ、数もありましたけど、分かるぐらいになっちゃったんですね。星の物語、そして私の物語で、この島についてアーデンは知ってるってことは、アーデンはこの神との戦いを知ってるってことでしょうね。魔大戦の後、神々が長き眠りにつきし間、イフリートは何者かにより死骸にされてしまう。あ、そうなんだ。眠りから覚めた私は彼を解放しようとするも、帝国に砕かる力を失った。今や帝国は死骸と共にある。六神も世界も闇に。じゃあイフリートとはどっかで戦うっていうことになるんでしょうかね。もはや私たちだけではイフリートは元より星を救うこともかなわない。彼にはせめて安らかなる死を。ゲンティアナ。ゲンティアナって名前、そして役割っていうのはその後どうなってたんでしょうかね。ルナフレーナの思い、あなたに伝えましょう。いや、聞きますよ。啓示を終えるってさすがに冷たすぎるでしょ。選ばれし王ノクティスが誕生し、私はカンナギであるルナフレーナに会った。彼女はあなたと共に星に光を取り戻すと約束した。彼女の温かく力強く人を愛する心に触れ、私は再び人を信じようと思った。まあ、そのやられてしまった後、こう人間というか なんなんでしょうね。もう諦めろ。どういう存在なんですか。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです。他に道などありません。ん、どういう確信を持ってレイブスは言ってるんでしょうか。お前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただすぐ近くで声を聞きたかった。昔みたいに笑って、その手に触れて。一緒に生きていきたかった。いや、これ すごいいいシーンですけど、ゲンティアナはこの霊体になって、ルナフレーナ近くにずっといたってことですよね。ごめんなさい、今だけ、今だけは。なんかちょっと想像するとね、ちょっと嫌ですよね。お風呂入ってる時とかトイレ入ってる時とかもなんかいるかもって思っちゃいますよね。他の人と何も変わりません。ただ大切な人のそばにいたい。それすら叶わないなんて。あなたの深い愛は何があっても消えることなく必ずよノクティスに届きましょう。金色のマニキュアだ。ティアナ、星のため、いいえ、あなたのために。芝だったとは私は全く思いませんでしたね。ノクティスの力になりましょう。これは友としての約束。なんか何の説明もなくやっぱ目が開いたのもちょっとびっくりですね。
あのフェイントセイヤに出てくるシャカっていうキャラクターは目が開いた瞬間にもう世界が滅ぶみたいな、そんな設定があったので、大きなね理由が思いはね、がっつり着込んだ服の下がこうだったとか思うとちょっと、いや、どぎまぎするしかありませんね。受け取った。選ばれし王ノクティス、世界に光を。あ、今後じゃあシヴァの力困ったら借りれるってことなんでしょうか。期待できますね。というかやっぱイフリート、さようならノクティス様。結構大きな敵っぽいですよね。そういえばそのこの作品って始めた時にいきなり最後のボスみたいなところから始まったんですが、ちょっとあんまりシルエット覚えてませんけど、なんかこう火がすっごい燃え盛ってたイメージがあるから、もしかしたらそのボスか、そのボス手前にイフリートがいて、そして最終的にその力かなんかを手に入れたアーデンってやるんですかね。いっぱいあるのに。ノクティスとルナ・フレーナはいつから会えない状態だったんですかね。子供の頃の描写があって、その後、あ、この青い花、さっきの街で咲いていた花ですよね。ルナ・フレーナが育てていた花畑の、びっくりした、これ何かと思いました。地面か、滑り止めだ。電車の床ですからね。僕が必ずやっつける。ノクティス様、